サミュエル・イエスルン・デ・メスキータは、オランダの美術家。版画家、画家として、19世紀末から20世紀前半に、活動した。セファルディム系のユダヤ人であり、ナチスドイツによって、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に送致され、ガス室で殺害された。美術学校の教師としても活動し、教え子の一人に、マウリッツ・エッシャーがいる。 サミュエル・イエスルン・デ・メスキータは1868年6月6日、アムステルダムのポルトガル系ユダヤ人の家に生まれた。彼の家は、オランダのユダヤ人の中では少数派であるセファルディムの緊密なコミュニティに属していたが、同時代の人々の大多数と同様、彼は厳格なユダヤ教徒ではなかった。中等学校でヘブライ語とドイツ語を教えていた彼の父は、 彼が5歳の時に亡くなった。彼は幼少の頃、サムやサンピエと呼ばれていた。14歳の時、彼は王立芸術アカデミーに芸術的興味を追求するために入学を申し込んだが拒否された。彼は深く失望したが、町の建築家の徒弟となり、2年間働いた後、建築家になるために専門学校に入学した。しかし彼はすぐに教育学に転校し、 1889年教員勉強を取得した。鳥籠の中の詐欺1893年頃から作品を制作し始める。その後長年にわたって彼はもっぱら芸術に没頭し様々な技法や手段を試みた。彼は主に規範画で知られているが、エッチング、リトグラフ、水彩画、デッサンも手がけていた。また、染め物や雑誌の表紙。 差し絵のデザイナーとしても活動した。アムステルダムのアルティス動物園の動物、異国的な植物や花などを作品のモチーフとした。肖像画、とりわけ自画像も彼の作品の中で最も美しいとされるものである。一方、1902年からは美術学校の教師となり、多くの学生を指導した。また、ハールレムの建築装飾美術学校でも指導し、そこで、 マウリッツ・エッシャーの才能を見出した。エッシャーは彼の作風から多大な影響を受けた。オランダにナチス・ドイツが侵攻した1940年5月、彼はすでに健康を害しており、イントン生活を余儀なくされ、作品は多くがスケッチに限られていた。1944年の冬、1月31日、あるいは2月1日、ドイツ軍の兵士がワーテルグラーフスメールにあった。 メスキータケに押し入り、彼と妻エリーザベト、一人息子、ヤープを逮捕した。彼とエリーザベトは2月11日にアウシュビッツ強制収容所に送致され、その後数日のうちにガス室で殺害された。ヤープは3月20日、テレージエンシュタットの強制収容所で死亡した。教え子のエッシャーやヤープーの友人たちは、メスキータケに残っていた作品のいくつかを救い出す。 ことができた。エッシャーと友人たちは戦後彼の解雇展を開き、彼の業績を伝えようと努めた。2019年6月から8月にかけて、東京ステーションギャラリーにおいて、彼の解雇展が日本で初めて開かれた。雑誌、ウェンディングンの表紙として描いた作品。彼の作品の中でよく知られているのは、アムステルダム動物園の動物を中心とした規範画だが、 デッサンや水彩画、エッチングやリトグラフ、絵画、応用デザインなども制作しており、1891年からアムステルダム芸術家協会の一員として、絵画、水彩画、ドローイング、スケッチなどを定期的に展示。さらに1893年には、エッチング、1896年には、木版画の制作を始めた。ありがとうございます。